こんにちは、スケタロです。アーカヌンナキジェンシスやっていきます。今回はあちらバッタスドレイク、火属性のドレイクをね、仲間にしていこうと思います。戦ってますね、アルゲンタビスト。あれは何アルゲンタビスだ、見えねえな。あ、プライムアルファだ。プライムアルファと戦ってんのかよ。珍しいな。まあとりあえずあいつらの戦いは一旦放っておきましょう。まずドレイクをテイムするには、トロフィーが必要なんですよ。ドレイクのトロフィー、まずそれをね取っていきましょう。いたいた、こっちも炎のドレイク。こいつを倒して一旦トロフィーをね手に入れたいと思います。まあ戦っていますね、アルゲンタビスと戦っている。 あれもプライムアルファアルゲンタビスか。え、めんどくせえなプライムアルファアルゲンタビスか。こっちも同じ戦いをするな。しかも体力結構残ってるよな。あ、全然残ってる。仕方ね。ちょっとこっちの戦いは諦めて、もう一体いるんですよ。いた。今度は毒のドレイク。まあ、レベルも同じくらいなんで、こいつを倒しましょうか。いてえ。いや、食らってんのに結局向こう行っちゃうもんな。はい、6400ダメージを与えていく。さあ、このまんまどんどん殴っていこう。結局追ってこないからな。よいしょ。おっ、消滅した。まずドイディクルスを倒します。これで敵隊がこっちに向くから、一旦こっちにおびき寄せよう。いや、霧出てきたな、めんどくせえ。まあ倒していこう。あ、ブレスの瞬間に当てたいけど、いや食らうな。ちょっと待って前は楽に倒せたんだけど。ほら、しゃあ、見たことか。倒した。オッケー。いいところ。いいところに降りてくれた。あれ？お前、持ってる。あ、持ってる。よかった。よかった。まあ、以前、ドレイクを倒した時に、このトロフィーがね、入ってないことあったんだけど、まあそれの原因が、まあポイズンドレイクで気絶をさせて倒したから、なかったっていうのが原因でしたね。うん。まあモッドに限らず、本家でも一緒で、気絶させた状態で倒しちゃうと、そういうトロフィーとかね、もらえないみたいなんだよ。それ知らなかったわ。で、今回は、ちゃんと火力で倒したんで、トロフィーゲットと。じゃあ、これを使ってね、ドレイクをテイムできる餌を作りましょう。はい、これで、ドレイクトリビュート。これが作れますと。いたいた。さてと、どうしようかな。あー、まあそこそこ削れてはいるから、あー、倒すまで待とうかな。いや、すごいな、バンバン削っていく。それくらいやっぱ強いんだな、火属性だから。
いけるかな。気絶値が11万か。まあでも、うちのドレイクも前に比べてステータスは上がってるから、いけるいける。あ、終わった。消滅した。で、そしたらこっちにおびえき寄せて、スピードは、ほとんど一緒だけど、でもこっちの方がちょっと早いね。ちょっと安全なところに、まあ、ここら辺ぐらいかな。ここら辺ぐらいがちょうどいいでしょう。よし、やっていこうか。一発で1万8000か。あ、これいけるな。余裕余裕。3000ダメージ。強いな。サドル込みでこれだもんな。あ、でもこれやっぱり噛みつきの方がいいか。あ、ていうか、そうだ。なんか、この毒と噛みつき、なんか別なんだよな。噛みつきの毒と、このブレスの毒、なんか種類違うんだよな。これ重複してるかわかんないけど。あ、でも普通にも噛んだ方がいいかもな。あ、勝ち確です。これ、高度限界だから、溜まったな。こうなったらもうこいつは寝るしかない。さあ、彼は寝ます。おやすみなさい。そして落下スピードがめちゃくちゃ速いと。早すぎる。ああ、でも気絶値の減りも早いから、ちょっと急いで食べさせてあげないと。ちょっと頭の方に乗りたいんだけど、頭には乗れないか。アクセスして、トリビューと、使用。よし!来た、火属性のドレイク。ステータスは体力は7万。いいね。攻撃力とか高いね。いや、やっぱステータス高いわ。で、あとはステータスが下がるかどうかなんだけど、多分下がんないんだよ。ポイズンドレイクも、一回低温ポットに入れて出してもステータス変化しなかったから。うん、変わんないね。素晴らしい。まあ、攻撃方法は、まあ、ポイズンドレイクと一緒だね。まあ、基本ドレイクは、この噛みつきと、ブレス。で、まあ、あとは飛んでる時の、この掴みモーションぐらいか。よーし、それじゃ火力見ていこうか。噛みつきは500ダメージ。まあ、こんなもんか。で、ブレス。ブレスも 576?386? あれ?あ、1100。あ、火力上がってってる。あ、そうか。そうだよな、炎属性だもんな。炎属性の特性として、あ、そうだ、この炎上している間に攻撃を与えるとダメージが倍になるんだ。そうだ、それの炎上だったな。忘れてたわ。てっきり炎上だから、なんかドラゴンみたいな割合かなと思ったけど。あれでも、炎上はしてるけど、ダメージは減ってないな。この噛みつきの炎上は、こういう、円フレなんとかかんとかみたいな、やつなんだけど、このブレスは、普通の炎上なんだよな。でも炎上って書いてんのに、HP が減ってない。ん?よくわかんねえな。で、相変わらず足音はうるさいと。ああ、やっぱ射程は短いな。そこがちょっと難点だな。ポイズン系統は、うお、めっちゃ出す。
出すときと出さないときの差ってなんだ。まあやっぱドレイク系統はちょっとブレスの射程が短いな。タイニーエクスペリエンスポーションを飲ませて、ちょっと攻撃力上げていこうか。体力も、まあ、一旦10万ぐらいで止めておいて。ちょっと待って。どういうこと？なんか近くにいた、トリケラトプスも炎上したんだけど。すげえ、なんか地面に撃ったら、すげえ範囲になるんだけど。すごいな。ああ、なるほどね。で、一気に1800まで行って、2400、4800。いや、これ通常攻撃の方が強いな。プライムアルファディロフォサウルス。倒した。でも2400か。4800いかなかったな。乱入。よっしゃ、倒した。そして、ドレイクも簡単に倒せる。オッケー。これでドレイクトロフィーが集めやすくなったね。今までプテラノドンで頑張ってきたけど、さすがにちょっと限界もあるからね。これで、ドレイクのテイムがやりやすくなったね。普通だと1200でしょ？じゃあこの炎ダメージを与えた後だと、あ、なるほどね。そういうことか。この炎上効果もさっきのっていうか、この通常攻撃のこれと効果は一緒なんだ。重複してかけれるって感じか。ちょっとすぐ死んじゃう。これの炎上と、この噛みつきの炎上、噛みつき、あほ、これが重複してるから4倍のダメージが出るんだ。なんかすげえダメージ出てるんだけど。飛行生物にはなんか特効入ってるっぽいな。9000ダメージ出てるし。そしてトロフィーも簡単にゲット。はい、ということで、無事、炎のドレイクをね、仲間にできました。異属性ってことで、攻撃に特化しているんだけど、このブレスの炎上デバフと、この通常攻撃の属性デバフ、これがね、重なることで、4倍の火力になるんでね。やばいね。うん、さすが攻撃特化だ。この子のおかげでね、ドレイクのトロフィーも集めやすくなったんで、ドレイクの量産もね、しやすくなったということで、これからね、どんどんドレイクの数をね、増やしていって、いずれ来る戦いに備えたいと思います。はい、ということで今回はね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。